やってきますね。タオル。あー、気持ちいい。やっぱ膝とか腰が痛い人って、はい、足もこわばってるんですよね。全身ダメじゃん。まあというかそのもう部分で支えきれなくなったから痛みが出てるっていうことなんで、まあやっぱりはっきり痛いとか動きが悪いとかなってる時はその気になってる場所だけじゃなくて気にしてなかったようなところもかなり可動域が狭くなってたりとか、こわばりがあったり癖がついて、これきつくないですか？いやもう気持ちいいです全然。はい、どうぞ。はい。ここ響きません？うん、響きますね。そうですね。ちょっと痛かったですかね。すいません。いや、でも、がっつり、直球の感じで。座骨の裏っていうかなんですけど、腰痛とか座骨神経痛のツボにもなってるところなんですね。
やご機嫌さんだねはい、これで今やっぱり左足伸びてますよね。伸びてます、うん、ね、この今こっちの癖がなくなった分、はい、右足がまだやっぱりこう足首がねじれたりしてる分ね、右足短いんですね。いいほう右足もやっていきますね。すごい、全然違う。結構のさっき膝裏もねこう伸ばしたりしましたけど、はい、この膝の関節も詰まっちゃうんで、それをちょっと今広げたんですね。その分もあって足が伸びてますね。わあ、気持ちいい。そこです。やっぱり骨盤の開きも悪くなるんですね。開く閉じるっていうこの動きがスムーズじゃなくなっちゃって錆びついてるから、うん、まあ痛いんですね。産後何もしなかったから、本当はこう弾力があって、うん、その時間帯とか季節に応じて開いたり閉じたりをずっとしてるんですけど、痛いですね。すごく痛いですかね。はい、ちょっと緩めに、これぐらいなら大丈夫ですかね。ちょっとこそばいぐらい、こそばいぐらい、そうですね。やっぱりちょっと体が拒絶モードに入っちゃうので、はい、くすぐったいとかなんかやめてみたいな気持ち悪いみたいな感じになりますね。ある程度までは外からの刺激に対して受け入れる弾力があるんですけど、それが全然なくなっちゃうと、やっぱもう気持ち悪いんですよね。嫌なんですよね、感じとして動かされることが。痛くないですかね。少し痛い。少し痛い。大丈夫ですか。はい。ないですか。
揃ってますね。揃いましたね。なんか驚き。背中も来てますね。そうですね。どこもかしこもですね。部位がある状態で背中やってもなかなかまた戻ってきたり取りにくかったりってなっちゃうんですけど、足元の方が揃ってると背中の方も調整しやすいですし戻りにくいので、お疲れ様でした。以上です。